さあやってまいりました動物の森。今日も頑張ってやっていきましょう。今日はですね、家の中に置きたいものがあって、それをまずやりたいと思います。棚を一つとりあえず作りたいんですよね。積み木のチェスト、これいいかも。これ作ろう。積み木のおもちゃがいる。はい、他に作りたいものあるかな。あ、これ作っとこう。まあこんなもんかな。よし、 OK。 じゃあこっちの部屋をちょっと改良します。ここにですね、ラジカセ置いてあるんだけど、まずここにですね、ここに積み木のチェストで、うん、いいね。で、ここに積み木のブックシェルフ。うんうん、こんな感じに。それで、一人暮らしなんでね、ここに炊飯器置いて、ポップアップトースター。これ置いときましょう。で、ここに、オーディオプレイヤーね。うんうん。いいんじゃないでしょうか。あ、アイロン台。アイロン台あったな。これ同じだな、多分。あー、立ってできるやつか。ちょっと進化してる。いや、一人暮らしだからな。座ってできた方がいい気がするな。アイロン台はこれはやめときましょうかね。よし、まあこんな感じかな。キッチンがね、もうちょっとちゃんとしたキッチンがあったらよかったんだけど、まあこんな感じでしょう。はい、 OK。 ダイナーの方もね、ちょっともうちょっとどうにかしたいな。ここにマグカップ、はい、とここにもマグカップ、はいと、間に入るかな、入らないかな。間には入らないか。ここら辺に置こうかな。じゃあレコードボックス、バラどうにか飾れないかな。ああ、そういう感じになっちゃうんだね、やっぱり。よし、じゃあここはこれでいいでしょう。今日はですね、昨日ね、改良した皮の部分、あそこをもうちょっとだけね、改良していきたいと思っております。その前に一つだけね、ちょっとやりたいところが、あ、そうだ、風太さんのところ行かないと。お、スタンプラリーやってる。はい、同じ報酬を用意してる。まあやってみようか。よし、じゃあスタンプラリーをとりあえずやりに行ってみよう。あ、あったあった。昨日と同じ場所だね、これは。お、あったあった、秋津橋。はいはい、次研究室。ここじゃない？研究室、これだね。オッケー、全部集まった。はい、風太さん、はい、じゃあ行ってみよう。化石、お、ここにあるね。脊椎動物。よし、次。あ、あった。はい。次はこっちかな？あった。後ろのシルエットは何だろう。後ろのシルエットとはこれですね。私も気になっていたよ、このシルエット。これおかっぴじゃん。あ、これデスサイじゃない。デスサイもういないけど、私の島にいた人はいないかな。よし、化石 OK。 はい、集まりました。はい、じゃあ魚も行きましょう。川、サンゴ、あとおいしい海。お寿司のネタが泳いでるはい、よし、集まりました。ははい。報酬は昨日と同じですね。そしてですね、ここのね、バラ、ここを伸ばしたので、ここに柵をちょっとだけ置いておきましょう。これ洗濯物干してる人どうしようね。もうちょっとこっちで干してもらおうか、とりあえず。じゃあここの上のエリア、ここを作りましょう。ですね、ここにねカフェみたいな感じでちょっと何か作りたいなと思ってまして、もうちょっとだけここ四角にしようかな。さすがにちょっとこれは作りにくすぎる気がする。ここら辺をまあもうちょっとこう伸ばしたいから、皮を若干向き変えるしかないかな、そうなったら。そしたらここですかね。上のスペースを広げていくんですけど、下のスペースはね、この細いエリア、これはもうどうにもならないと思うので、なるべくねギリギリまで崖を作っていきたいと思います。ちょっとだけ空いちゃったとこはお花を埋めておきましょう。よし、こんな感じでやってみましょう。うん、こんだけあったらなんかできそうだね。この辺をちょっと一回撤去して、ここら辺をカフェみたいにしたいんですよね。ここら辺にじゃあとりあえず屋台、あー、この屋台の色微妙だな。ちょっとリメイクしないといけないね。同じなんだけどピザ屋さんにします。この辺にガーデンテーブル、はい、でここに椅子を置きます。そうだ、屋台ちょっとリメイク先にした方がいいか。じゃあちょっと屋台をまずリメイクしましょう。でね、屋台をねもう一個作りたいな。屋台もう一個作るのと屋台リメイクする。じゃあ屋台を作りましょう。それとリメイクだね。一つ目の屋台はですね、ピザ屋さんだね。ピザ屋さん用の屋台にしたいですね。ピザ屋さん用の屋台だからホワイトでいいかな。のれんはグリーンストライプ、レッドストライプはちょっと変。マイデザインって言ってもこういう感じになっちゃうんだよね、マイデザインにするとね。ちょっとこれはさすがにやりすぎじゃない？ピザピザピザって。ってなるとなんかなかなかねお手頃な感じのデザインがないんですよね。まあグリーンストライプで一回やっぱり。うん、これにしましょう。はい。で、もう一つね屋台を作ったんですけど、これもリメイクしたくて。桃の段ボールっていうのがねあって、それを置きたいんだよね。それはまあこれでいっか、ナチュラルで。じゃあまあこれはいっかやらなくて。あ、それとここにね木埋めたんだけど、ここら辺にも木埋めたいと思ってて、この辺にちょっと木だけ埋めてこうかな。木埋めたいなと思ってね掘っただけで結局埋めてなかったから、うん、いいんじゃないかな、こんな感じで。で、ここのチューリップ見えなくなっちゃってるから、この辺に埋めとこうかな、チューリップね。はい。で、じゃあここに屋台置いて、はい。またピザ屋さんの看板出した方がいいかな。あ、で、ここでは、ピザ屋さんと、まあ、ご飯も食べれた方がいいので、スープジャーを置いておきます。で、ここでね、ピザ食べてもらったらいいんじゃないかな。レンガの床とか引いた方が良かったかな。ちょっとまあいいや、考えよう、また。ちょっとこの辺の木どかしちゃおうかな。で、これもどかしちゃおうかな。これだけはちょっとこの辺にギリギリに埋めようかな。いける、ギリギリのとこらへん。あー、なるほどね。まあいいか。マイデザの床を引きましょうかね。これだね、果樹園の床。こっから行きます。果樹園はねまだ買える可能性がありますね。道をどうつなげるかっていうのがねすごく悩んでいるところなので、果樹園は明日にでも買える可能性ありという感じで、まあ、とりあえずちょっとこんな感じで、じゃあここにも屋台を置きます。ここにねこの桃のこの段ボールが置いてあるんだけど、ここの屋台では桃即売所、桃即売所です。はいはい。でこっちに桃を置きましょう。あ、いいね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 。桃の即売所、ここは桃の即売所になりました。いいね。めっちゃなんか果樹園っぽくなってきた気がする。ここにもラティスを置いたらいいかな。あとは柵と花かな、置くとしたら。その辺はまた明日続きやっていきましょうかね。あとね、本当はね、ここを1マス、2マスかな、1マスかな、ずらして、ここを花の道にしたいっていうのはね、若干あるんですよね。そして、ここをね、こう曲げて、こう行くっていう感じでね、それもちょっとありかなって思ってます。なんで、まあ、明日はラティス作ったりとか、まあ、ずらすならずらすでやっていこうかな。あ、そうだ。あと最後に今日やりたいことがあったんだった。よかった、思い出して。ローンを返しましょう。いよいよローンを返しましょう。もうね、ローンずっと後回しにしちゃうんだよね。ローンを返そう。よし。ATM でローンの返済しましょう。全額。はい。よし。やった。2階建て、よし。110、100、1000万、110、100、1000万、10万、100万、110、100、1000万、10万、100万。いいよ。はいはいはい、ありがとうございます。やばい、5つ星。やったね。いつの間に5つ星になってたんだろう。やったー。最高評価。やったー。金のじょうろのレシピ、やった。はいはい、ありがとうございます。はい、これスズランが生えるんじゃない、もしかして。いいね、どこに生えるかな、楽しみだね。ということでね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。明日にはお家が大きくなっていると思いますので、楽しみに待ちましょう。よろしければぜひチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。他にも動画たくさん上げてますので、ぜひそちらもご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。